ですね、10リッターから最大、まあ、500リッターまでの大型のガラス製品を加工してます、うん、で外径620から内径600までぐらいですかね、のサイズを、はい、加工しております。他の会社ではあまり行ってない大型の製品を作れるのはもちろんですけれども、旋盤やジグ刀なども自社で作れるので、まあ、加工の形状だったり融通が効いて複雑なやつもできるというのが強みだと思います。特注製品の注文も多いので、お客様の要望に合った満足いただける製品を作れるよう、さらに加工方法を引き出してたくさん作っていきたいと思っています。ラボグループは主に、研究開発等で、使用されている鉄化ロート、ポリ体化のフラスコ等の理化学用のガラス機器を製作しています。手加工を中心として企画品、特注品、修理品を製作しています。また、オルダー賞、韓流機等の複雑な加工も製作しております。一人前になるまで、10年ほどかかりますので、特に人材育成等に苦労しています。加工に一手間を加えて割りにくく使いやすい製品を製作しています。また、納期遅れ、人によっての仕事の偏りがないように作業者ともにコミュニケーションを取り合っています。高品質な製品を短納期で提供したいと思います。他社では無理だと思われるようなオンリーワンな製品を提供していきたいと思います。機械加工グループでは、ジョイントやタンブといった、ガラスとガラスをつなぐ製品を作っております。私たちのグループは、自動化機械を使って、大量生産を行っています。なので、大量生産を行うことで加工時間の短縮と、あと品質を安定させるということを役割としてやっております。まず大量生産を行いますので、納期も早く対応できると思いますし、品質も安定して出せることができると思います。つい先日なんですけど、自動化機械を導入しまして、セッティングから収納までを、自動で行うことができるようになりました。今後も、そういう機械をどんどん導入して生産性を上げていきたいと考えております。すり合わせグループはですね、ガラスとガラスをつなぐジョイント部分のすり作業を行っています。あとは、端部等の平面すり、ボール板を使ってのガラス製の穴開け作業、検索旋盤を使ってガラスの検索作業等も行っています。高い精度を出すために手作業でテーパーを合わせています。些細なことでテーパーが狂ってしまうので、手の角度や力加減を体に覚え込ませるのに苦労しました。精度のいいジョイントを時間をかけずに生産していくことを心がけています。あと基本素手で作業しているので、作業中にガラスが破損したら大怪我をしてしまうので、常に緊張感を持って作業するようにしています。お客様から AGI のジョイントは世界一の精度だよと言われるように日々精進しています。